こんにちは。はい、どうぞ。はじめまして。人気テレビ番組、あなたの仕事の出演依頼に来ました。新人の墓いづきと申します。はいはい、墓いづきくんね。はい、実は先生が日本一の骨董品を作られてる達人だとお伺いして、ぜひうちの番組に出ていただけないかと来ました。まあそういう話はよく来るんだよ。ただね、私はあまりテレビとかそういうの好きじゃないんだ。はい、達人たるもの、心はものづくり一筋。テレビ出演するような心の上付きはしないんだよ。はい、そんなところが素敵です。やはりぜひうちの番組に出演してください。私たちも本気です。キーミー、そんなこと言ったって。どうか。あ、やば。おい、それを一つ800万円する壺だぞ。しまった。あ、こっちも。あ、おい、それを一つ500万円の。なんてことしてくれたんだ。二つも。すいませんでした。この通りです。キャー、私が4年かけて作った最高傑作が。あ、しまった。ごめんなさい。あ、うわ、おい。やば。なんか新人営業が丹精込めて作った骨董品全部破壊してくる。ここの度は大変申し訳ありませんでした。この通りです。やば。土下座しながらも壊してくる。おい、私の半世紀にも及ぶ努力の賜物が。ごかも。なんだ君は破壊好き。そんなに破壊するのが好きなのか。違います。私は昔からおっちょこちょいで申し訳ありません。本気で仕事をしているのですが、どうしても不器用で。本気でやってるのか。はい、不器用でも本気であればいつか花が咲くと思い。そうか。私にもう一度チャンスを。破壊好き。はい、仕事本気でやるか。はい、本気であります。そうか。俺も仕事人だ。たとえ不器用でもそこに本気さがあるなら。はい、あります。本当です。やっぱ許さん6ポイント。毎日投稿しますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こら、それが人に物を頼む態度か。よろしくお願いいたしますだろ。よろしくお願いいたします。笑顔、お辞儀、は、そう。